オカルトを楽しく学ぶオカルトエンタメ大学のお時間です。皆さんこんばんは。ノンフィクション作家的な田中康弘です。よろしくお願いします。ちょうど1年ぐらい前ですね、こちらで授業をさせていただきまして、その後ですね、視聴者の方々からいろんなコメントがいっぱい入ってきたそうなんですよ。で、私それをね、読ませていただきましてね、実に面白かったです。まあ、ですから今日はね、その中から一部抜粋してちょっとそれをご紹介しながらね、私の話も混ぜていきたいなと思います。それでは早速授業を始めましょう。それではまず、狐に化かされたというようなお話をしていきたいと思います。母方の実家は山陰の山奥で、戸数8軒の集落、家の前の川でイワナが釣れるようなところです。明治生まれの祖父と祖母が元気だった40年以上前、狐やタヌキに化かされた話は不思議だけど実際にあることとしていろいろ聞いていました。これはその一つです。馴染みの郵便配達さんが春先の雪解け水が流れる川でなんと水浴びをしている。郵便配達さん、何しとるだ、湯に浸かっとるだがな、ええ湯だで、ということがあったそうです。正気に戻った郵便配達員の話によると、旅館に配達に来たら風呂に入っていけと言われて、湯を浴びていたはずなんだけどね、とのことでした。山村を捨て街中のマンションや住宅地へ移住が増えている昨今、こういう話は年々聞かなくなるんでしょうね。失ってはいけないものだと思います。とやっぱりこの方のまだお話ですと、狐に化かされる、騙されるというね、おじいちゃんおばあちゃんがいて、あ、それは狐に騙されたんだよ、化かされたんだよという話がありますからね。この山陰懐かしいですね。私は島根におりましたからね。そうだがやーって言うんですね。どっかに行こうって、レッツゴーっていうのはね、イカコイって言うんですよ。分かんないでしょ、これ聞いても。お、イカコイやー、イカコイ、イカコイって言うんですよね。最初聞いた時何言ってんのかなと思いましたけど。次のコメントです。母から聞いた漁を趣味にしていた父の話。一人で山に入った父が夜になっても帰ってこないので、村中の人が探し回ったら、川の中で全裸で石で体を洗っていた父を発見。お前何してんだと聞いたら、父は今綺麗な女の人と風呂に入ってると言ったらしい。私が2歳の時の話です。その数年後に父は病気で他界しました。と、狐か狸に化かされたと言われて解決したらしいということですね。でもやっぱこれどこですかね、この話はね、どこか知りたいですね。綺麗な女の人と風呂入ってたんですか、羨ましいですね。では次のコメントですが、え、なんすか、なんかおかしい。はい、では次のコメントです。子供の時に明治生まれの育ての母から聞いた話ですが、母が夜用事があって、あの頃ハイヤーで林道を走っていた時に、両脇の木にずらっと提灯が灯っていたそうです。母があれは何かと運転手さんに聞くと、あれは狐の嫁入りと言われたそうです。母が後ろを振り向くと、今通ったばかりの木々には何もなく、提灯は消えていたそうです。昭和30年代の初めに聞いた話です。昭和30年代、まあでももう60年ぐらい前ですかね。もう随分前の話ですが、これは兄のですね、子供の前に現れた夜店みたいな感じですよね。でもこれ提灯だったわけですね。では次のコメントですね。中学生の頃、小さな山に稲荷神社がありました。そこは空港のそばです。初めて通り過ぎた時、てっぺんまで石の階段が続いていて、その両端にずらっと狐の像が並んでいるのが見えました。すごくないと思って、親にすごいよと話しかけましたが、返事がなく、なぜかそちらに意識を向けているのは私だけ。帰りにまたそこを通ったのですが、石の階段は消えていて、ただの小山になっていました。私は行きと同じところを通ったのかと親に確認しましたが、間違いではありません。親にはそんなの見間違いだと言われましたが、私は本当に狐につままれたという思い出です。これ狐が関することでね、実はこれも今年の新ネタなんですけど、中野岳神社というね、群馬県の方の妙義山の方ですかね、あっちの方の神社で聞いた話なんですけども、ここの宮司さんから聞いたんです。ここね、山の中の一軒家なんですね。ポツンと一軒家なんですよ。で、子供の時にね、結構いろんなものを見てるんですね、その宮司さんが。夕方に弟さんとね、参道のところで遊んでたらね、狐が出てきたって言うんですよ。
でそれは真っ白い狐だった。白虎なんですね。で尻尾が3つに分かれてたって言うんですよ。それ弟さんと2人ではっきり見てて、でこの間会った時もその話したら覚えてたって言ってましたもんね。でやっぱりその今はそこね駐車場ができてるんですが、広い。昔はその駐車場は山だったんですね。小山があって、でそこ稲荷山って言われてたそうですよ。でそこに向かってね、行者姿の人たちがね、白装束の人たちが何人かで歩いていく姿は見たって言ってましたね。それね最近の話なんですよ。だからもう稲荷山ないんですね。駐車場しかないんだけど、そっちに向かってその一団がね歩いてたって言ってましたね。まあ、ですからまあこの稲荷関係、狐関係っていうのはね、各地でいろんなことがあるんでしょうね。はい、では次のコメントいってみます。私の父は今から71年前のこと、山で木こりをしていた。しかし夜になっても帰らないので、母と私で山の近くの集落へ行き事情を話すと、8人くらいがたらい、バケツ、鍋などを棒で叩き、ガンガン音を鳴らして父を探しに行くことになったと。目的地にたどり着くと、そこには父の姿があった。すると父は、あんたらなんでこんな明るい昼に何をしに来たんだと怒った。え、あんた今もう夜の10時だよ、帰ろうと言うと、嫌だと抵抗していたらしい。村人からもう大丈夫だから連れて帰りなさいと言われて、父は怒りながらも山から町まで歩いていたけど、遠くに電気の光が見えるとガラッと変わった。お前ら何しに来たんだと普通の父になった。それからは山での木こりをやめて仕事を変えました。集落では父以外何人もの人が狐に化かされているので、へこんだバケツ、鍋、たらい、やかんを用意しているそうです。本当に体験した話です。このね、ガンガンこう音を出すというのは、実はこの漁師の間にもあるんですよ。用心鉄砲という言葉がありまして、これ山でこう不思議なことが起きそうな、または変な空間に入った時に、まあ、空鉄砲とも言うんですが、空砲ですね。それを空に向かって撃つんです。ダーンとね。これを用心鉄砲と言います。つまり音でこう何か嫌なものを追い払おうという、まあ、多分それと同じことだと思いますね。大声を出すというのも実はあるんです。一番簡単な方法で、その嫌なものを追い払うやり方としては大声を出すと、まあ、山人の間では大声じゃなくてね、般若心経だったりとか阿弥陀運慶そばかだったりとか、まあ、ちょっと違うことにもなりますが、何かその音で今そこにあるものを追い払おうとするということでしょうね、これはね、うん、これ謎の光系というふうになってますね。お、また島根県です。島根県で今から40数年前の話。子供の頃に親戚のおばの家に預けられお泊まりしました。その夜なかなか寝つけなく、おばと庭に出て何気なく山を見たとき、山の中腹あたりを松明のようなものが連なり動いて山頂に向かっていた。おばにあれは何と聞いた。おばは何だろうねと言いながらじっと二人でそれを見ていたそうです。その時にはあまり気にならなかったけど、翌朝起きて山を見たら山林伐採後のハゲ山状態だった。あれが何だったのか今でも分かりませんと。この山を登っていく光というのはね、これも全国各地にあるんですね。これが出ないところの方がないです。私いろいろ聞きましたけども。ただしどこも幾度音に言うのは最近は見ないって言います。最近は本当に出なくなったと言いますね。だからこの40数年前っていうのはもうほぼ最後の方じゃないですかね。次のコメントです。死んだ親父から聞いた戦時中に親父が体験した話。親父が小学生の頃、夕方田んぼの近くでボタ山を通って家に帰ろうとした。周りが薄暗くなってきた頃、ちょっと離れた林から続くあぜ道にポッと火が灯った。火の周りが明るくなったのでなんだと思って見ていると、もう一つ火がついた。そのまま見ていると次々に火が灯って10個ぐらい一列に並んだ。そうすると今度は一番後ろの火が消える。すると一番前にまた火が灯る。そんな感じで反対側の雑木林まで順番については消えを繰り返して、最後は順番にまた消えていった。家に帰ってじいさんにそれを言うと、そりゃ狐の嫁入りだと言われたそうです。この狐の嫁入りっていうのは本当にたくさん見るんですが、一番多いのはね、山の中なんですよ。自分たちがいる方と対岸の山の斜面にポン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 って現れる。それがこう動くと、これが一番多いですね。沢を挟んで、または川を挟んで、どこ行っても大抵狐の嫁入りはこういうケースが多いです。ですからこの田んぼ、あぜ道とは平たいとこですよね。そういうのに出るっていうのはね、少ないですよね。私も富山でそういうのは聞いたことがあります。もう田んぼのね、そこもあぜ沿いなんですがね、ずっと光がこう動いてたって言ってましたもんね、四角に。
だから最初その誰かが懐中電灯を持って汗を歩いてると思ったって言うんですよ。でもそうじゃなかったんです。まあ、その人は狐の嫁入りとは言いませんでしたけども、これと同じような状態だったんでしょうね。では次のコメントです。かなり以前ですが、冬にキャンプに行って夜8時くらいに火の玉に遭遇しました。距離は50メートルくらいですかねって。大きさは懐中電灯を絞って光を小さくしたようなイメージ、シャープなイメージですね。光としては30センチくらいです。最初は誰かの懐中電灯の光かと思いましたが、キャンプサイトには私一人、光が当たる方向からして完全に人はいませんし、光はぼーっとして当たっている部分はよく見えないと。光の玉はキャンプ施設のドアのないトイレ棟に入ってみたり、すぐに出たり、まるで遊んでいるような感じですかね。1分ほど眺めていると、ふわふわした動きがピタリ止まりまして、私が見ているのに気づいたようで、ボールのように地面を跳ねながら山の方へ逃げていきました。怖いといったイメージではなく、山のもののけが遊びに来て見つかって逃げて帰ったというイメージです。これ光なんですけども、やっぱり私が聞いた話で、岐阜だったかな、富山だったかの民宿のお母さんがね、座敷わらしになってるんですよ。なんかこう朝広間の仏間の方、あっちの仏間ってすんごい広いですからね、でパタ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 足音がして、なんだろうなーって見に行くと、おかっぱ頭の下水の着物を着たような子供がね、タタタタタタって走り回って遊んでるんですよ。なんだろうと思って見てると、その子がパーってハッと目が合うと、やっぱりね、これとね、見つかったかみたいな顔してね、仏壇に消えていったっていう話をしてました。本当は一人で遊んでいた、これもだから多分似たようなもんじゃないんですかね。これが旅館とか家に行くと、この光の玉はきっと子供に代わってペタペタ遊んでたんじゃないかなと思いますが、まあ、それは私の勝手な推測ですけどね。はい、では次のコメントです。3歳くらいだったでしょうか。当時は村に住んでおり、その日は家族で町までタクシーに行って、そして帰宅しました。私は後部座席の左側、祖父が後部右、父が後部中央、母が助手席だったと思います。お酒を飲んでいたせいか全員寝ていました。窓から見える小高い山の中腹から朱色の光が上へ上へと木々の間から上がっていくのが見えました。その光は巨大なまん丸で、全然眩しくはなく、はっきりとした輪郭で夕日のような感じでした。太陽が山の手前から昇らないのは幼くても理解していたので、2、30メートルもある赤い丸が周りの木々の影響を受けずにゆっくりと上へ登っていく姿は理解不能で、とても神秘的でした。丸の頭がもう少しで山頂から出るというところで、タクシーが道を曲がったために視界から外れてしまいました。個人的には山頂から上に出て空を飛んでいくのかどうかがとても気になっていたので、見れなかったのが残念だったのを覚えています。この大きさですよね、 2、30メートルっていうのは結構すごいんですよ。でこの光系というのはですね、いろんな光がありまして、青白いものがあったり、それから赤いものがあったりですね、それから黄色かったりと、まあ、大体このような色があるんですが、まあ、この人ちょっと赤っぽいですね。で 2、30メートルというのは非常に大きい方です。私が聞いた中では大体、まあ、一番多いのはテニスボール、ソフトボールぐらいからサッカーボールぐらいで、大きくて、まあ、2メーターぐらいというのがありました。でもう玉じゃないんですけどね、こうなると斜面一面がね、タコクラダムの方の山200メートルぐらいがずっと光ってたっていうのがあって、まあ、これは玉じゃないんで、まあ、でも光系ではあるんですが、実にこのいろんなパターンがありますね。では次のコメントに行ってみたいと思います。昔陸上自衛隊ですね、陸陣にいた時、群馬の相馬原で小隊みんなで火の玉を見ました。夜の戦闘行動の演習中に5人くらい傾斜地の開けた場所で固まっていたんですが、いきなり緑色にその場が包まれて、闇夜に仲間の姿が緑色に浮かぶほど閃光が走りました。すぐに上からだと思って見上げると、巨大な緑色の火の玉がゆらゆら尾っぽに火を狂わせて、つまりこれは尾を引いてたってことですね、空を泳いでいました。距離は目測で100メートル上空くらい、まさに自分たちの正体の真上でした。5秒くらいぐにゃぐにゃ飛んで、いきなりパッと消え、あとは真っ暗になりました。ちなみにその日は迫撃砲の照明弾の使用は一切なく、色は緑、通常オレンジか赤だそうです。迫撃砲は一瞬で消えたので、固まって今の見たみたいな、みんなで言い合ったそうですね。疲れもあってそのまま訓練しました。疲れもあって訓練したんですか、そうですか、はい、元気ですね。他にも山で子連れのおじいさんと赤いワンピースの女の子と深夜2時の森ですれ違ったり、
何かと夜は起こりましたと。これ多分陸上自衛隊だけで多分ねすごい本ができると思いますよ。ただそのまあいろんな守秘義務とかもあってね言わないだけで、これも多分全部陸自の演習員の話でしょ、おそらくね。光るものですね、光るものに関しては、いろんな理由付けがあります。一番多いのはね、リンですね。昔は土葬だったので土葬墓、仏さん埋まってるわけじゃないですか、まあ、そこから骨のリンが溶け出してそれが燃えるんだとか、それからあの骨ではなくて鉱物のリンですね、リン鉱石のリンが燃えるんだとか、いろんな話はあるんですけども、まあ、それだけでは全然説明のつかないことがたくさんあります。これもそうだと思いますね。この人を明るく照らすというのは本当に何回か私も聞いたことがありますよ。これ怖いですよね、本当に山の中で照らされたら。次のコメントはですね、謎の音声系ということになっております。昔オートバイで人気のない山道を走っていた時、工事のために1車線が塞がれていて、こちらの簡易信号が赤であり、信号待ちが約3分と表示されていたので信号機のすぐそばで待っていた。午後3時ぐらいで天気もよく、車両は私のバイクのみで2気筒エンジンの心地よい排気音のみが聞こえていた。ふと気がつくと排気音とともに人の話し声が聞こえる。工事業者は周りに誰もいなくて奇妙に思ったが、そのまま何気なく話し声を聞いていた。その時ふとこの声はラジオからの音声ではないかと思い、信号待ちで退屈している車両に向かってサービスでラジオを流してくれているのだと考え、せっかくだからラジオの音声がよく聞こえるようにとバイクのエンジンを切ったところ、あたりはシーンとして物音一つ聞こえない、静寂だけだった。気味が悪くなって怖くなり、再びエンジンをかけて信号が青になったこともあって、その場所を走り去った。耳鳴りだとは思うが、はっきりと人の声、笑い声、そして会話のような声が聞こえていたことを思い出す。他人に話をしても信用されません。個人的にもあの話し声は耳鳴りだったのではと思いますが、ということですね。この山の中でのね、叫び声、笑い声、それから話し声というのはね、珍しくないです。で、これについてもね、いろんなことを言うんですよ。つまりその山2つぐらい越えたところの町からね、拡声器の音が響いてくる。実際声って音ってね、変なとこ通ってくるんですよ。気温とか気圧とかによってね、なんかとんでもないところがポッと聞こえることはあります、それは実際。でもそれだけではやはりちょっと説明のつきにくいことも当然あって、これもまあそのうちの一つだと思いますね。2年ぐらい前に聞いたその京都の方の人の話はね、すごく面白かったのは、やっぱ山の中、とんでもない山の中に行くんですよ、寮で。それでその配置についてると声が聞こえてくるんですね。でどうもね、おばさんの声なんです。おばさんが2人で何か話してるんですよ。一生懸命聞いてんだけど、なんだかよくわからない。でも時々ね、こうはっきり聞こえるところがあって、どこそこの店の名前が出るんです。それスーパーなんですよ。何時頃行くと安くなるよね、うんそうだよねみたいな会話してたって、それはっきり聞いてるんですよ。でまあその聞こえる聞こえないよりもね、そこに人が来てるっていうのがまずいことなんですね。量をやる、動物と間違えて人を撃つのが一番まずいですから。それで連絡取って、ちょっと誰か人入ってるみたいだから一遍確認しようということで寮をやめて、で集まるんですよ。で2人で話すと、その人も聞いてたんですよ。だからその人とはいる場所がね、あの滝かなんかがあって、左右逆のところで聞いてる、右と左が滝に向かって、ところが聞いてる方向はね全然違うんですね。もし一つの音源ならば同じ方向にこう向くじゃないですか、耳が。違うんですよ全然違うとこ向いてるの、音の出方が。でも話してる内容はねほぼ同じだったそうですよ。でやっぱそれをことがあったんでね、あもうやめて帰ろうって言って帰ったそうです。やっぱその特に漁師の場合は縁起担ぎますから、嫌だなと思うことがあるとね、漁をやめるっていう人は多いですね。それはやっぱり何かの知らせかもしれませんし、まあ、経験則でそういうことがあったら帰るっていうことなんでしょうね。次のコメントです。今から20年くらい前、林脇の道路で赤子の鳴き声を聞いたことがあります。場所はまさかの成田空港。当時空港職員だった私は夜間作業を行っていました。空港施設の周囲には防音保安等の理由から保有地空き地があり、大体は林になっています。その林のそばで赤子の鳴き声が聞こえました。時刻は午前1時半ごろ、当然深夜であり周囲には民家もありません。聞き間違いかと思い何度耳を澄まして聞いても赤子の鳴き声にしか聞こえません。気になったので仕事を放って、その鳴き声がするところにそっと近づくと、その声はハイウェイ灯の上に止まっているフクロウの鳴き声でした。フクロウは私の気配を察知して飛び去っていきましたが、それと一緒に赤子の鳴き声も移動したので間違いありません。後で調べてみると、フクロウは子作りの時期になるとたまに違った声で鳴くと書いてあったので、それなんだろうと納得しました。
またこの声を昔の人たちが聞いたら、それこそ山の階段になるんだろうなと思ったのを覚えていますと。これは山の中ではですね、妖怪ですけど山赤子、川赤子と呼ばれる存在がいますよね。本当に山の中で、まさにオンギャーオンギャーギャーギャーみたいな。私これの話もね、何回か聞きましたよ。その人たちはね、いろんなことを言ってます。フクロウっていうのは聞いたことはないですね。まずね、キツネだと。キツネが子別れの時期にね、全く赤ん坊みたいな声で泣くっていう人もいました。それからね、トラツグミだっていう人もいました。でもこれはね、非常に稀な例ですよね。普通は山の中ですから、そういうのが鳴いてもね、調べることってまずできないんですよ。だからあれは何だろうで終わるんですけども、この方の場合は山じゃなかったので、声の元がフクロウであるというのははっきり確認したということですね。これは貴重な例だと思います。道迷い系。山梨県の山間の村で幼少期を過ごしたそうで、時代は多分昭和30年前後の話。夏祭りがあって、兄たちと山の中の神社へ行き、お祭りが終わって来た一本道を帰ることにしたそうです。兄たちが先を歩き、おしゃべりを聞きながら後をついていった母でしたが、ふと気がつくと周囲に誰もおらず、話し声もなく、一人になって離れたところに別の集落の入り口にいたというのです。前にも歩いたことのある一本道でずっと兄と一緒にいたはずなのに、なぜか自分だけが違う場所へ行ってしまっていたとのこと。本人は狐に化かされて連れてかれたとも、歩きながら眠ってしまい夢を見ていたのかもしれないとも言っていましたと。本当に子供ってね、ふっといなくなるんですよ。これが不思議なことで、例えば私が今まで聞いた話もたくさんあるんですが、今までそこにいた子がパッといなくなる。で、それはとんでもない山の中で見つかると。もう暗くなっていて、直線距離でも10キロぐらいあるとんでもない山の中を5、6歳の子供がね、歩けるわけない。ところがそっちに行ってしまってるんですよね。で、その子は無事に見つかるんですけども、別にその汚れてるわけでもないし、怪我してるわけでもないし、ニコニコしてた。だからその異空間に迷い込んで違う出口からポンと出てしまったとしか思えないようなことっていうのは、子供の場合はよくありますね。特に小さい子の場合は。これがね、ある程度中学生ぐらいになると憎たらしいのかもしれませんけどね、なんかとんでもないヤブ攻撃させられて傷だらけになって出てくるっていうのはありますけど、小さい子はそういうことはあんまされないんでしょうね。続きまして、また道迷いですね。もう一つコメント。僕は道迷いになったことがあります。地元の山の中腹で仕事が終わり、来た道を帰るより、このまま知らない山の中を通り近道で帰ろうと車を発進させました。最初の分かれ道では山へという看板があり、山へ、右側へ3回ほど右折した後、眼前に上が見えないほどの壁のような急勾配の広い道があり、両側には家がありました。坂の上り口まで来ると、おばあちゃんがいて、こちらを見るなりいぶかしげな表情をしました。ルート的には脇道になるし、車がひっくり返るかもしれない傾斜、車の下をこすりそうなので、その日は素通りしました。つまりそっちに行かなかったということですか。1週間後にまた山の中腹で仕事が終わり、あの違和感がした坂道に行ってみました。チャレンジャーです、はい、今回は道中の右折が1回のみであの場所へ到着しましたが、そこには坂道もなく竹やぶだったのです、地図で見ても最初に来た時のような坂道や地形などはありませんでした。あの時好奇心で車を降りてでも行くべきだったのでしょうか。行くべきだったんですよ、はい、帰ってこなかったかもしれませんけど、行くべきだったんですね。無事に帰ってきて私に話をしてくれたら、それはまた次のネタになったんですが、これ似たような話、やっぱちょっとね、この間ツイッターで回ってきたんですけどね、それはやっぱ子供の時の話でしたよ。やっぱり稲荷神社って言ったかな、そこがね、竹でね、塞いであったそうですよ。で、それはいつも見てるんです。で、竹で塞いであんなと思って、でもある日その竹のが壊れてたと。好奇心があるから登っていったら、その両方に祭礼の石灯籠があって、で上の方に社が見えたって。で登っていったんだけど、やっぱ途中から怖くなって戻ったって言うんですよね。次の日はやっぱりまたね、竹でね、塞いであったって。だからあの時上まで行ったら同じような感じですよね。今度こういうことがあったら必ず言ってください。私は責任取りませんけどねはい、次のコメントです。山陰地方の山里で起きた亡くなった父から聞いた話です。戦後間もない頃、村のある青年がバイクを手に入れ、爆音で村中を走り回っていたのだそうです。ところがある日、そのバイクだけが崖下で大破した状態で見つかりました。
調子に乗って山道を走り回り転落したのだろうと村中で青年を探しましたが付近にはいませんでした。とても無事とは思えない大事故で遠くに行けるはずもないのですが一晩中探し回って諦めかけた朝方になり事故現場からかなり離れた農作業小屋で発見されたのだそうです。不思議なことに青年は怪我もしておらず声をかけられるまで真っ暗な中で取り憑かれたように長い長いわらじを編んでいたのだそうです。事故の記憶もなかったとか村ではあまりうるさいから山の神様に懲らしめられたということで終わったそうです。ポイントはわらじですよね。長い長いわらじってどんなわらじかよく分かりませんけどもということはこの方はわらじが編めたんですね。すいませんしょうもないこと言ってというのは、ね、わらじ編めないんですよ今のお年寄りもわらじ編めないんですよ。結構難しくてね。でもこれもすごい大切な私は技術だと思って全然関係ない話をしてしまいましたけども、はい、飛ばしていきましょう、はい、では、ね、次のコメントです。5年くらい前の知人の話を思い出しました。あ、フレッシュですねこれ。5年前、里帰りのため大分から宮崎へ抜ける山道、週末の仕事を終え夜中に車を走らせているとどうも進んでいる感じがしない、この木はさっき見た木じゃないか、何度も何年も里帰りの旅に通ってきた道である、いつもなら1時間半もあれば町への道に出るのに時間を確認するとすでに2時間は湯に過ぎている、なんとなくゾクゾクしながらとにかく事故を起こさないようにと運転を続けていたそうです。そして暗い山の中で停車するのもなんとなく分かったそうです。するといきなり車の屋根にドンと何かが乗った衝撃、そして同時に屋根に錫杖をつかれた、まあ、錫杖ってこう杖ですね、私の3階にも出てます、来たのは誰だと呼んでください、あの錫杖だと、このとりあえず彼はこれまでにないほどの安全運転をしたそうです。シャラーンドンシャラーンドンと定期的に天井をつかれることおよそ10分、はっと気づくといつもの街の明かりが見えたそうです。そのままコンビニへフラフラと入ろうとしたところ駐車場であんた車の上に友達に乗せちょったん、危ないで気つけよと声かけられたそうです。話を聞いた当時は不思議だなと思っただけなんですが今にして思えば馬鹿された知人を天狗が助けてくれたのかも。私が一番気になるところは天井はどうなっていたのかというところですね。錫杖で穴だらけになると思うんですが、しかしまあこれも不思議な話で、ただこれ場所がですね宮崎県でしょ、私あそこの山の中ってね何回もあるんですよ。ナビの策略という話で載せてますけどね、この間も実はね、まあ、この間といってももう2年ぐらい経つんですが、西米良村から入りまして椎葉村、それから熊本の方に抜けようとしたんですよね。でその途中で、椎葉村に寄るわけですけども、その時に、まあ、嫌な予感をしてたんですよ、まあ、以前もそのナビの通りって言ったって道ないんですから、そんなそれで行くしかないんですよ。で最初に出るでしょ、ナビであと何分と1時間半で着きますとか到着時間出るんですよ。進めば進むほど遅くなるんですよね。20分進んだのに20分遅くなるみたいなね、と思いながら、それから30分走ったのに30分遅くなってあと2時間かかるとか、これどうなってんだろうなって。でもそれは過去にも経験があったので、まあここはそんなとこなんだなと思いましたね。まあそれと似てるんで、やっぱりその時思ったのはね、やっぱこう安全運転ですよね。そこでパニックを起こすと一番まずいっていうんで、やっぱそのだからこそ気をつけて運転しようとやっぱ思いましたよね。まあ、この人の場合は多分この人を守ろうとしてくれた存在があるんでしょうね、はい、では次のコメントです。不思議警報。25年ほど前自衛隊の軍曹レベルの人に聞いた話です。自衛隊の特殊チームの訓練で3日間の飲まず食わず山の中を3人でミッションクリアする訓練中、夜明かりの灯る家があり、藁屋根の家の中には食卓に食事が盛り付けてあったと。自衛隊の人なのではっきりとは言わなかったけど、まあ中に勝手に入ったってことですね。中に入り食べようとした途端ただの山の中だったと気づいたと。3人同じものを見ていたし匂いもしたと。宮沢賢治の注文の多い料理店のラストと同じ感じだと思ったのを思い出しましたと。あ、自衛隊多いでしょ、ね、これもだからまあ隠れ里とかね、そういうとこ行くと結局そこにあるものの、食器とかお箸を一つ持ってくると一生食いっぱぐれがしないと、つまりお金持ちになるって言われてますよね。食べようとしたら消えちゃったというわけですが、はい、では次のコメントです。これが最後ですね、はい。私も山にまつわる不思議な体験を23歳の時にしました。
母方の祖母が亡くなり、しばらく私の夢枕に何度か立ったので、母にそのことを言ったら、母が祖母のお墓参りに行こうと言い出した。田舎の山の中の祖母の墓に2人で行きました。冬だったので辺り一面が雪で覆われ、周りに民家はなく人は誰もいませんでした。墓に着くと私の耳にか細い高音の人の声で、チーチーとどこからともなく聞こえてきて、その声がずっと聞こえていたので、母にチーチーと聞こえるかと聞いたんですが、母は何も聞こえないと言いました。墓には 2,30 分ほどいたのですが、ずっと聞こえていて、墓から出て山道に差し掛かるとその声は消えてしまいました。後で気がついたのですが、祖母は生前に母のことをチーと呼んでいたことを思い出しました。だから最初ね、これ読んだ時ね、このチーチーっていうのはなんかこう本当に耳鳴りというか、こう何でしょうね、なんか意味のある言葉とは思わなかったんですが、これは最後のように聞いてね、あ、お母さん呼んでたんだね、おばあちゃんがっていう、でもなんで お母さんには聞こえなかったんだっていうことになってしまうんですけども、でもこれもね、私はなんかちょっと好きですね、こういう話はね。はい、で多くのコメントいただいて読ませていただきましたけどもね、やっぱり私があちこちで聞いてきた話との類似点とか、またはちょっと全然違うような話があって面白かったですね。やっぱりこういう話は意識しないと消えてしまうといいますか、やっぱり誰かに話そうというモチベーションがないとね、出てこないんですよ。まあ、それはよく言います語りという、三回というのはもともと語りという、人から人に話すもんだよということですから、だからこういう機会があって、あれ、あの時そういやちょっと面白かったな、不思議な経験したなということがあればね、そんなことを話したらバカンされるよとかじゃなくて、聞いてくれる人はいっぱいいますから、そういう人たちのところにどんどん意見を出してくれればなと思います。まあ、山にまつわるいろいろな不思議なこと、この今日ご紹介したような話ですね、こういうのがあったらコメント欄にどんどん書き込んでください。お待ちしております。オカルトを楽しく学ぶオカルトエンタメ大学のお時間です。皆さんこんばんは。山の不思議な話をあちこち徘徊しながら集めている、ノンフィクション作家でありカメラマンみたいな田中康弘です。よろしくお願いします。今日はね、過去に私の授業動画を見てくださった方からいろんなご意見が寄せられまして、まあ、それの中で面白い話がいろいろありましたんでね、それを紹介したいと思います。本当にコメントくださった方ありがとうございます。それでは早速授業を始めましょう。最初はですね、秋田県の限界集落出身のものです。父から聞いた話です。父が小学生の頃、山菜やキノコを取りに祖父と父と所有している家の裏の山奥へ入っていきました。しばらくして父の目が急に見えなくなり真っ暗になったそうです。わめいたところ、祖父が救助に来ましたが、怪我もしていないため理由が分からず、仕方なくおんぶして家に帰ることにしたそうです。見晴らしがいいところまで降りてきた時、家から火が出て火事になっていることが分かりました。その瞬間、父の目も回復して、父と祖父は走って家まで帰り、婆様や牛や馬の救助もできた。それに間に合ったそうですね。田舎には本人たちは不思議とは思っていないけど、聞くと不思議な話があります、とこういうお話をいただきました。これね、この急に見えなくなると、これ面白い。やばい、どこだったか、新潟の方でしたかね、山形だったかな、山の中でね、急に周りが見えなくなったとその方は言ってませんでしたが、真っ暗になったって言ってました。真っ暗、何にも見えない、まあ見えないんですね。で、えっと思って、まだね3時前だったそうですよ。山仕事を降りて帰ろうとした時に、ちょっと進んだらそういう状況になったって言うんですね。何が何だか分かんなかったって、いきなり夜中、真夜中、それも月明かりも何にもない夜中になったみたいだってその人は言ってました。ただね、下の方に点々と明かりが見えて、あれがあの集落かなって思ったって言うんですね。でもこの人の場合もしばらくしたらね、電気つけたみたいにパンと見えるようになったって。だから、まあ、似てるんだけどね、ちょっと状況は違いますけどね、この人の場合はでもやっぱ何かを知らせようとしたんでしょうね。それ以上行くと、だって間に合ってないわけですからね。ここで目が見えなくなったことでびっくりして帰ってたら、その家の火事に気づいて、ばあちゃんも牛も馬も無事だったっていうわけですから、これはやっぱり何の知らせというんですかね、やっぱりこういうことってあるんですね。では次はですね、明治生まれの祖母から昔聞いた話です。祖母は千葉県の印旛沼あたりの農家に住んでいて、娘時代に一人で真っ暗な山道を歩いていた時、見事な満月が目の前に見えました。ふと振り返ると、後ろにもう一つの満月が、また別の時には暗い山の中で松明のような
燃える光が点々と延々連なって光っているのを見たそうです。家の人に松明は狐の嫁入り、月は狸に化かされたんだろうと言われたそうです。これね、ちょっと次読みますね。今は亡き明治生まれの祖父が函館でマタギをやっていました。祖父が言うには、月が2つ出た時は真後ろに銃口を向けて撃つと狐が倒れていると話してくれました。当時は狐に騙されて馬糞を食べ物だと思って食べている人がいたりと、結構狐の被害に遭われた人たちがいたそうですと。まあ狐で光見せるというのはよくあるんですけど、私この2つ月があるという、これはと3階の2だったんですかね、月はどっちに出ているというタイトルで書いたんですが、持丸美代子さんというね、笠間の方の方なんです。でこの方はね、やっぱり月2つ見てるんですよね。あそこ月が出てるって言ったら、家の人がね、あれが月か、じゃあこれは何だって指さしたところにもう一個月があった、でって思った。でそれやっぱりそこの人もね、タヌキが体に光るものを何かつけて桜の木の上にね乗ってるんだと、それが月に見えたって言うんですよね。へえと思って、でそのタヌキが登ってた桜の木はもう私が話を聞いた時はもう切られて何もなかったですね。だからそういうタヌキももう今どこにもいないんでしょうけども、タヌキもキツネもやっぱり何かこう光り物を見せるんですね。次行きましょうか。同僚の上司、数年前定年退職をした人ですね、が経験した話です。上司が東京の大学に在学していた頃、京都の実家まで東海道を巡りながら歩いて帰ってみようと思いつき実行した。お金もつき食べ物もあんまり買えず、三重県の四日市市あたりで体に震えがきて倒れそうになった時に、丘に続く道があった。丘の途中に赤い提灯の飲み屋さんが出てきたので、店内に入り、おかみさんに事情を話して飲食をさせてもらった。店内には誰もいなかった。風呂も入れてくれた。おかみさんと雑談した後、おかみさんと男女の関係になったとのこと。大人はやだなという。翌日の朝におかみさんにお礼を言おうと思い探したがいなかった。筆記具に住所とか電話番号を書いておいて出発した。その後無事に京都まで着き、お金を持って行って電車で四日市まで行ったと。お世話になった店を探したが見つからなかった。近所の人に聞いても不明、そんな店はこの辺りにないと言われた。全く不思議で夢だったのかと思うしかないとのことでした。夢ではないでしょう、やることやったんだということですね。でもこれも不思議、単にその場所の間違いなのかなという気もするけど、でもね、ちゃんと事実あったんでしょうね、そういうことはね。確かにあそこにあったって、例えばこれね、年取ってくるとよくあるんですよ。その昔の記憶でね、あそこ曲がったところに確かなんか店あったなっていうのない。よくよく考えるともう全然ブロックが違ってたとか、そういうことはあるんですけども、この方は若いし数日前でしょ、だからそういうことはないのかなって。一体何だったんですかね。いい思い出ですね、これは。だってお金までもらってるんですよね。次です。子供の頃、父親のいとこに聞いた話です。山形県の山村に住んでいたその人は、麓の町にある高校に通っていましたが、最寄りのバス停から家の集落まで徒歩で1時間程度山道を歩いていました。その途中、そのカーブを回ると集落が見えてくるところに差し掛かると、毎日松の枝に赤いカラカサが1本下がっているのだというのです。その人は毎日同じバスを利用していましたので、帰りもほぼ同じ時刻、午後4時を回る頃だったそうです。毎日それがあるので不思議に思い、家の大人に話すと、狐の仕業と言われたそうです。その人曰く、カーブを回り終わると消えるのだそうです。大きな松の手の届かないところに下がっていて、触れたり石をぶつけたりしたことはないそうです。一人の時にしか出ないけど、ほぼ毎日あったそうです。山形県の山野辺町面白地区のお話です。いや、これなんかね、この間私ね、実は手塚治虫さんのですね、怪、不思議なね、機械の怪の話の後書きを書かせていただいたんですよ。そしたらその時にやっぱり、なんていうのかな、こういう感じで古里妖怪の類がね、子供とこう心をつなぐような話がありまして、今それをちょっと一瞬思い出しましたね。決して何か面白いことをするわけでもね、怖い思いをするわけでもないんですよね。ただなんかこの子供って言っても高校でしょ、そんな子供じゃないんだな、なんでそういうものを見せたんでしょうね。
ひょっとしたらもっと小さい時からいろんなものをこの人見せられてたのかもしれませんね。で、高校の時に見たのはこういう赤いカラカサだったということなのかなという勝手に思っておりますが、はい、では次。家族で滋賀県をドライブしていたら山道で突然鳥居が出てきました。子供がトイレに行きたいというのでトイレをお借りしようと思い車を止めました。5月の連休で昼のことです。その神社は拝殿の前に小池があって石橋があり鯉が泳いでいました。神職の人もいました。後日その神社が気になってカーナビの軌跡をたどって該当する場所へ行きました。ですがその場所は岩場と雑草地で記念碑みたいなものがあるだけで鳥居もお社もありません。周りに民家はなくて神社があったかどうかの話は聞けませんでした。とても不思議でした。霊感がある知人にその話をしたら狐のバカ師だなと言われましたが自分は全然信じられません。バカされたという自覚はないですが不利益を被ったといえば湖岸の道の駅で会社の鍵を紛失したくらいですが、でもあの神社は一体何だったのだろうと考えてしまいます。カーナビ の自分が動いた履歴で言ってるわけですよね。そのどこに寄ったかっていうのが残っていて、でそれで行ったけどないわけでしょ。これはもうカーナビ買い替えなさいということになるんでしょうけど、でもやっぱりこういうことあるんですよね。街中だとね、さっきも言いましたけどブロック違いとかこう考え違いってあるんですが、山の中って意外と道がないんですよね。それで目印になるものがポンポンとあってそれを覚えておくとそんなに道を間違えるということはまあないんです。まあ、絶対ないとは言いませんけどね。でもまあこういうふうにこれは何て言うんでしょうね、呼ばれたんでしょうね。これもねきっとちょっとうちに遊びにおいでよっていう神様かなんかが言ったと。決して悪いことじゃないでしょうな、会社の鍵はなくすもんですよそりゃ。次です、はい。私は紀伊半島の熊野古道があるところの出身ですが、今から40年ほど前に山仕事をしていた祖父とものすごい山の中で女性と出会いました。祖父は絶対に女性の顔を見るなと言って私の手をきつく握りました。女性は山の中には不釣り合いな白いワンピースを着て麦わら帽子をかぶっていました。私はその女性とすれ違う時に横目で顔を見てしまいました。その顔は表情のない老人形のようでした。祖父は振り返るなと言ったのでしばらく歩きました。祖父はしばらくするとほっとしたように助かったと言ったのを今でも覚えています。ただ祖父はあの女性のことは教えてくれませんでした。もう祖父も亡くなり何か分かりません。これはもう完璧ですね。もののけですね。怖いですね。だからこのおじいさんは間違いなく過去に経験があるんですよね。振り向いたか顔を覗き込んだか、それで恐ろしい思いをしたんでしょう。でね、これね、熊野でしょう。私やっぱりこの奈良県でね、その山の中に絶対こんなところにこんな人いるわけないよねっていう話は2人ぐらいから聞いてるわけですよね。普通の人が絶対来ない山の中にごく普通ワンピースじゃない、そんなおしゃれではないんですね。私が聞いた話は部屋着、部屋にいるような格好で、あ、今日月曜日ゴミの日、ゴミ出しに行かなきゃみたいな格好の人が立ってるんですよね。ポツンと立ってる。これはね、だってそこまでどうやって来たんだっていう話だし、なんだその格好っていうことなんで、だからものすごく怖いって言ってましたよね。でこの手の話がいくつか あれ何だったかな、なんかで言ったか書いたかした時にそれは自殺願望の人かもしれないから声かけてちゃんと助けるべきだというふうに書かれてて、あ、そういうふうに思えるのかなと。それない、それはまずないよね。だって明らかにおかしいってなったらそのおかしさが違うんですよ。自殺願望とは違うおかしさなんですよね、そういう人たちとは。だから声がかけられないわけですから。まあでもちょっとこの人顔見たってのはすごいですね。老人形、いや絵描いてもらいたいな。はい、はい、次ですが、身内が重装備で3000メートル級の外国の山に登った時のこと。深い雪山で動けなくなり方向も失い凍えて命の危機に面していた時、キャッキャと楽しそうに数人の子供たちが現れ戯れながら軽快に追い越していったそうです。それがとても軽装であっという間に消えていったと。いくら地元の子供でもあり得るのでしょうか。ちなみに身内はその直後山小屋を見つけ無事でした。山の座敷わらしかな、あるいは極限に見た幻だったのでしょうか、というお話ですね。あり得るのでしょうか。ありえませんね。そんな3000メートル級で雪があって軽装の子供が動き回るっていうことは
ちょっと考えられないですからね。この山の山わらしといいますかね、山の中でその子供の声が聞こえるとか子供の鳴き声が聞こえるっていうのは日本の山でももう本当多いんですよ。山赤子という川赤子とかいう言い方もありますしね、それはまあ大抵動物だというふうに片付けられますけども、ちょっとね、中にはやっぱりそういう声に追いかけられたっていう人もいるんですね。これ奈良県の方の、ね、方がそういう経験してるんですよね。山に入ったらなんかキャッ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 って声がずっと追っかけてきて、だんだん怖くなって逃げていくんですよね。どこまでも追っかけてきて、それで必死になってね、車までその人は逃げ切ったんですよね。でもその後しばらくして今度はやっぱ女の人が滝まで追い詰められて落ちてるんですよ。まあ追い詰められてって言い方はおかしいですね。そのキャッキャをその人が聞いたかどうか分かんないけど同じ場所なんですよ。だからその逃げ切った人はね、あれきっとね、あれに追いかけられたんだよなって言ってましたよね、うん、だからまあその絶対そういうものがね現れないということは言い切れないかもしれません。はい、次です。夏場山奥の沢で釣りをしていると、おーいって後ろから声をかけられたんです。振り返ると誰もいない、当たり前で民家や道などないような山奥です。無視して釣りを再開すると、〇〇〇、次は本名を呼ばれました。その瞬間、あれだけうるさく鳴いていたセミの声がピタッと止んでシーンとしました。その後何とも言えない風が吹き込み、寒気がしたので山を降りました。先ほどのおじいさんみたいにね、見るんじゃないぞとか手をつないでそのまま必死になって降りていくと、もう一つね、山の中で見るなっていうのね、返事するなっていうのがあるんですよね、この声かけられるってね、もうよく聞く話なんですよ。で大抵声をかけられた人って行方不明になってるんですね。それでとんでもないところで見つかって、お前なんであんなところにいたって、いや呼ばれたんだって。これなあと奈良県の方でも聞いた、四国でも聞きましたね。四国は伊谷谷の方でお年寄りの話と中学生かなんかの話を聞いて、やっぱり両方ともね声かけられてるんですよ。で中学生はね、こっち来いこっち来いって手招きされてるんですよね。ですからそういう、まあ、ましてやこれ名前呼ばれてるわけでしょ。それは無視するのが一番いいんだけど、まあ、そこまでいくと無視できないですよね。ですからこの人の判断は正しかったんでしょうね。いや今日はちょっとそこから先行くと危ないよという注意をしてくれたのかもしれませんからね。こういう時はやっぱりもうそのまま山を降りるのが一番正解だと思います。では次です。昔3人で夜うなぎ取りに行った。20時くらいに沢に入り、朝5時くらいに帰る行程であった。夏には毎年 5,6 回は行っていた。ある日3人で沢に入った。ここでうなぎを取りながら上流に行くためバラバラになる。私は遅れてしまい、急いで前の2人を追いかけた。途中で沢が分かれる場所に来た。2人がどちらに行ったかは分からなくなってしまったが、右側でライトが見え、早く来いと呼ばれたので右側に行ったが、いつまでたっても追いつかない。心細くなり引き返したところ、2人が沢の分かれ場所で待っていた。どこに行ってたんやと言われたが、怖くて何も言えず黙って2人の後について、何事もなかったかのようにうなぎを取った。今でも鮮明に覚えている。呼ばれたんですね。本当にそのこっち来いっていうのはよくあるですよ。この方面白いですね。うなぎ取り、これ高知でね、高知の八金って有名ですね。八金のおばあちゃんがいて、もう何も怖いことないっていう、もう一生ぐらい簡単に飲むみたいなばあちゃんがいて、その人も若い頃ね、転ばしっていうんですけどね、そういううなぎ取りの罠をね、川夜ね仕掛け行くのがすごい好きだった、うなぎ取りがすごい好きだったって。それである日行ったらね、 岩の上に円光っていうね、カッパですね、カッパがいてじっと見てたって。もうそれで恐ろしくなってね、それから行かなくなったって言ってましたけど、やっぱりこの川の中にもいろんなものがいるんですね。でもこの人もやっぱり話さなかったってね、ここなんですよ。つまり怪怖い思いをした時に話さないんですよ、というか話せないんですよね。バカにされるからとかじゃなくて、なるべくそこから離れたいんですね、自分としては。それをまた話すってことはそこに近づくことでしょ。だからやっぱりそういう怖い思いをした時に人に話さないっていうのはね、よくわかります。ですから私なんか お年寄りなんか話聞いてても、その方がね話してくれる理由は時間が経ったからなんですよね。もう40年も経ってるから話してもええべっていうことで話してくれるケースがよくあります。次です。岡山県民です。寒原神社奥の院へ行った最初の頃の話です。お参りしているとなぜか神社なのにお坊さんがお経を読む声が聞こえてきました。不思議なこともあるもんだと思いながら駐車場に行き、車に乗って運転席の窓を全開にして山を降りました。その途中でも読経の声はしていました。きっと近くに
家かお寺があるんだよねって思っていたのですが、次にまた行った時に周りにそのような建物は全くないことが分かりました。でも改めて考えると、たとえそのような音声が聞こえたとしても、山の上から運転中ずっと聞こえてくるなんておかしいですよね。じゃああのお経の声は一体全体何だったのってなりました。お経が聞こえてきたというのはちょっとあんまり経験はないですね。絶叫はあるんですよ。本当に絶叫、ものすごい叫び声が車で走ってたら、これね、西米良村、宮崎県ですね、西米良の方の話なんですけども、山道走ってて家族4人で乗ってるんですよ。そしたらもうその車走ってるところにですよ、ものすごい絶叫聞こえてきて、もうその方はうわーっと、ところが4人乗ってて3人ね、何にも聞こえてないの。何、一体どうしたのって。でそれはあの向こうの人が言うには、カリコボっていうね、まあ精霊とかいたずら者、カリコボっていうものがいて、それがそういう声を聞かしたと言われてますね。このカリコボは、まあ、やらかすことといえば東北のね、キツネとかと同じ、タヌキキツネがやるようなことをやってます。これとっても面白い存在なんですけどね、カリコボはね、カリコボはね。でもこのお経っていうのは、ね、私はちょっとあんまり、覚えはないですね。次です。4年ほど前、相模原市のあるショッピングビルの5階の駐車場から大山がきれいに見えるので、よく買い物のついでに眺めていました。ある日見ると、大山のてっぺんに金色に輝く大きなお椀を伏せたようなものがかぶさってました。え、あれ何、飛行機の反射かとか、雲に太陽が反射してるとか思いましたが、それにしては5分ほど見てただけで動かないし、駐車場誰もいないので確認できず、なんだなんだと思いで見てました。そのうちふっと消えました。遭遇話もいくつかあり、それ系でしょうか、いまだに謎ですと。これはね、本当に自然現象なんでしょうけど、ものすごく稀な現象なんでしょうね。そういう時にこう何人もで見てると、ああってなるんだけど、一人だとね、その不思議の共有っていうのはできない。これ4年前だから、あれ写真撮ってないんですかね、スマホ。これぜひもしスマホがで撮ったものがあれば、ちょっとまた新たに送っていただきたいと思います。私もちょっと UFO いろいろ見た、まあ UFO の話はいいや、はい、では次ですね。今から17年前、私が20歳の時の話です。深夜12時にバイトを終え、最寄り駅からバイクで家に帰りました。我が家は山の中にあるんですが、帰り道の坂道をバイクでいつも通り登っていました。家に近づくにつれ違和感を感じました。我が家の家の間あたりにある木々の先の方が神々しく光っているんです。なんだと驚きながら我が家に着きました。バイクを急いで止め、まじまじと我が家の家の裏にある山を見ました。山の中から木々に向かってパーッと広い範囲、どう見ても光っていました。驚き家にいる母を呼びました。慌てながら、山が光ってるよと母に話し、母の手を引きながら外に向かいました。土間につき、ドアを開けて私は外に出て、母の手をつなぎ、母はその時点ではまだ土間でした。母が外に足を一歩出した瞬間に、明らかにパチンと電気を消すような音がして、山の光がパッと消えました。その瞬間、私は震え上がりました。母は固まっていました。ほんの一瞬ですが、山が光っている様子は母も目にしたそうです。祖父母に話しても、そんな体験はしたことないというの。家族や親戚に話しても半信半疑でしたが、母も見てくれたのは私の目は確かだったんだと感じました。山に住む人間として貴重な体験をして、なんだか嬉しいです。この山の光っていうのは、私ね、苗場山でも聞いたことありますね。苗場山で、すごく山の一部がね、めちゃくちゃ夜中ですよ、光っていて、それはなんか別の山の頂上の方の小屋番してる人がいて、山小屋ので、その人が見てたんですね。で、いやあれは何だろうと思って、でもお祭りかなんかがあって、まあこれもあのバイアスがかかるわけですよね。そんな自然現象であんなふうに光るわけないと思うから、そこで何かがあって、建物とかあって、その光るんだと。であまりにも広い範囲が光ってるもんだから、その人はね、お祭りだと思ったそうですよ、夏場だったから。あ、夏祭りはあそこでやってんだなと思って、苗場山の方を見たって言うんですね。で、次の日明るくなって見たんだけど、そこ何にもないんですよね。本当ただの山。で、あれは何だったんだってね、言ってましたけどね。こういうことは、まあ、山があちこちで行くから、
山は光るんだよと思った方がいいのかもしれません。次ですね、30年ほど前に体験した山が光る系の話をしておきます。続きます。北海道大雪山系に1泊2日の行程で登山に行った時のこと。数十回も登った行き慣れたルートでしたが、小休止中にうっかり寝込んでしまい、そのせいで目的の野営地まで行くことは不可能と判断し、手前の野営地で1泊することにしました。登山者が普通に利用する野営地ですが、その日は1人だけ。すでに暗くなりかけた野営地にテントを張り、簡単に夕食を済ませた後、少しのんびりしていた時に起こりました。夜9時ごろと記憶しています。10メートルほど離れた岩場に幅30センチ、長さ3メートルほどの光が現れました。やや黄色がかった淡く感じられる光で、明るさの割に辺りを照らすことがない不思議な光でした。20分ほどで暗くなり消えてしまいました。不思議と思いながらも就寝し、翌朝予定を変更しつつ下山。帰りの行程では野生動物の姿が見えなかったということくらいで、特にいつもと違ったようなことは起こりませんでした。翌日、少し大きな地震、震度4から5、山の震度は分かりませんが、私の居住区では震度4でした。が起こっています。光る現象から48時間後に起こっています。大きな地震前に山が光ることがあるという話を聞いたことがあります。これ私は見たことがないんでね、何とも言えないんですけど、30センチで長さ3メートルっていうのはなんかこう、この大きさ不思議ですよね。あの山全体っていうのもすごく不思議なんだけど、なんか比較的コンパクト。コンパクトなんだけど、30センチ3メートルだから小さくはないですよね。10メートル離れたところですからね。で、これもやっぱり一人なんですよね。だから一人の時に起きるっていうのは、なんか一つの現象っぽくも感じますが。私ね、入広瀬の方だったかな。100メーターか200メーターぐらいの山ほど、山肌がね、光ってるっていうのは聞きましたよね。まあそういうのもすごい経験。それも一人でしか見てないんですよね。面白いですね。なんでこういう不思議な現象って一人の時に起きるんですかね。次です。22、3年前の晩秋でした。夜間、山形県から福島県へ向かって西吾妻スカイバレーという冬季は通行止めになる道路を一人で自動車で縦走しておりました。前後を走る車や対向車は一台もなく、大変心細かったです。谷底のような左右に樹木がそそり立つ比較的長い直線部分に差し掛かったところ、2、300メートル前方の左側の路肩に白っぽい人影が見えました。何をしてるんだろうと速度を落とします。近づいて止まると、それは背丈が人の大人ほどもある大きな白鹿でした。角はなかったと記憶します。ヘッドライトに浮かび上がる鹿は逃げるでもなく、ボンネットの先3メートルほどからじっとこちらを見つめ返しています。その貫禄がもののけ姫に出てきた獅子神様みたいだったと思ったことを覚えています。見つめ合っていたのは1分間ほどだったでしょうか。やがて鹿はゆっくりと森の中へ歩き去っていきました。毛並みが白く見えたのはヘッドライトに照らされたせいかもしれません。逃げなかったのはライトの光で目がくらんでいたのかもしれません。ただその堂々とした様子が今でも強く記憶に残っています。これあの場所からしたら日本カモシカでしょうね。日本カモシカは私も山の中で2メーターぐらいの距離でバンとお見合いしたことありますけどね、しばらく動かないんですよ。野生動物ってそういうところがあっていきなり動かないんですよね。でその時はね、やっぱ2分ぐらいかな、ずっと向き合ってましたね。本当に遠距離で、あれも面白い経験でした。これあのヘッドライトに浮かび上がるというとですね、確かにその動物は照らされるとね、目がくらんで固まることはあります。私も奈良の山の中で夜、取材時間が夜だったので、それに合わせて移動してたら、目の前の林道にですね、なんかいるんですよ、ポコーンと。アナグマなんですよね。アナグマがね、ど真ん中にうーんって座ってるんですよ。で、動かないんですよね、全然。多分ライトに目がくらんでるせいもあるんですけど、アナグマってちょっと間抜けな感じのするかわいい動物で、その子はただうーんって見て、で少しずつ車近づけてプップってやって、ほら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 行けって、行かない。でしばらくまあ仕方ないからこうやって待ってたら、そのうちのそのそのそって、だああいう状況だからアナグマってすごい惹かれるんですよ。逃げない、全然。飛び出してきて当たるんじゃなくて、動かなくて跳ねられるというかなりちょっとおまぬけな動物ですけどね。では次、田中様。3回小学生の娘と楽しく拝読いたしました。長野の親戚の山荘によく行くので、たまに不思議な体験をします。2010年の秋、富士見町で夕ご飯を食べた後、信玄棒道を車で走っていたら、ヒョウのような生き物がゆっくり横切ろうとしておりました。
慌てて車を止めたら、ヒョウらしきものは横切るのをやめて引き返しました。それでもまだ車を止めて見ていたら、またゆっくりと車の前を横切りました。真っ暗な茂みに消えていきましたが、こちらをじっと見ている気配が。その時、助手席にいた母が、早く車出しなさいというので発進しました。帰ってからやたら気分が悪かったため、まさかと思い、妊娠検査薬を使ったところ陽性でした。その子が前日の娘です。関係ないかもですが、印象深い出来事でした。長野にヒョウっぽい獣は生息していないようです。山海でライオンのようなものを見たというお話があったので、山ではこんなこともあるのだなと思っております。これ予兆ですよね。でもなんでヒョウなのか。なんだったかな、やっぱりそういうなんか生き物がそのおめでたの兆候ってなんか聞いたことあるけど、ヒョウっていうのは聞いたことないですね。このライオンの話というのは、これもまあちょっとだけしますとね、次ですから。これ山海の1に出ております。私のよく知っているマタギの方でね、伊藤さとみさんという方なんですけど、この方もこの話ね、ほとんどしないんですよ。したことはないって言ってました。馬鹿にされるから。うさぎ狩りに行って山の中に入って、雪ですよ、うさぎ狩りは。雪の中に一人待ってるんですね、うさぎがやってくるの。そうした時にふっと見てると斜面にね、山の斜面にライオンがいたって言うんですよね、雪の中に。なんかわからない生き物だけども、何それって言われた形がライオン、それがこうやっているって言うんですよ。でこの人は、あ、これはすごくまずいと、怪物みたいなやつがいると。でこれがそのまま町に降りたら大変なことになるからって言うんで、無線を取って、おい大変なことがあるからいっぺんみんな集まってくれって言うんですよ。それでみんないっぺん降りて、なしたどしたって言ったら、いや、あの上にライオンみたいなのがいると。で持ってるのはウサギ狩り用の弾ですから、ちっちゃいんですよ。であんなもんじゃ通じないから、もっと大きな銃を持ってこねばダメだって、お前はバカかみたいに言われて、誰も相手してくれなかった。でもそれがものすごく悔しくて、その話はね、二度としなかったと。でもう随分時間が経って、私が話を聞いたから出てきたんですよね。だから、まあ、多分先ほどから言いますが、本当になんかそういうとんでもない状況にあったとか見たってなると、人に言った時の反応を考えるっていうのもあるんですよね。信じてもらえないと、これすごい辛い話なんですよね。自分が体験したのに信じてくれない、それどころかお前はバカかって言われちゃうと、そしたらもう言わないですよね。こうやってやっぱり山の不思議な話っていうのは結構最初の方で葬られているっていうのが、まあ私の実感ですね。でこれ一つですね、質問というのがありまして、太古から昭和40年代前半頃までは存在が確認された山下の人たちはどこに消えたのか、先祖が山下だった人たちの話はないですかということですけども、私も各地に行きましたけども、まず、いや私は実は山下なんですよっていう話は私は聞いたことがないです。それから山下の人を紹介してくれませんかと、知り合いにいませんかということもちょっとしたことがないので、実際山下の方に私はお会いしたことはないです。参加の本はちょっと読んでね、いろいろデータとしては知ってはおりますが、直接はないんですね。基本的には西日本の方が多いんで、岡山ですとか中国山地は多かったというふうに、関西地方も多かったというふうに言われておりますね。で日常的には魚を取る、川魚を取る、すっぽんですとかうなぎですとか、まあ換金性の高いものを取って、それを近隣で売り歩いてお金に換える、それがまあ大体夏場。冬場は竹細工、ザル作ったり、いろんな竹製品あるじゃないですか。昔は竹しかなかったので、今のプラスチックで作るものはほとんど竹で作ってますから、そういう竹製品を作って売り歩くと、そういうことをしてた。もちろんその勝手に竹を使うわけじゃないですよ。そこの持ち主に、許可を得てお金は払って、その竹を買って自分たちで、冬場は手作業ですね、手作業で物を作って売り歩くと、そういうことをしていた人たちが、まあ参加と呼ばれる人たちらしいですね。でもその人たちは決して自分たちが参加と、俺たち参加は俺たち参加はわしたち参加ということはほとんど言ってないみたいです。まあ、だから、幻の漂白民と。ただその定住はしていなかった、つまり家を構えてはいなかったという話があります。ですから河原物ですね、河原に住んでいる。河原というのはもともと個人のものではありませんので、昔の川っていうのはもう、ね、雨降ったらもう変わっちゃうわけですから、流れが、川というのは。だから誰のものでもないんですよ。雨の少ない時は橋の下に住んで、あとは簡単な小屋掛けをして移動する。移動するのも、おとぎ話の参加は日本国中を移動してたって、そんなことは全くないわけで、不定住民ではあるんですけど、エリアは決まってるんですよ。やっぱり竹を取るにしても、そこと顔がつながってなきゃいけないし、
川魚を捌くにしてもやはりどこの誰ともわからんものにはなかなか買ってくれませんから、やっぱりそういうエリアのつながりはもともとあったんですね。というのが私がいろいろ調べたり見聞きした範囲での産科像ですね。で、産科どこに消えたのかと言われると、多分ですね、平地の人たちの中にもう完璧に消えていった、溶け込んだということでしょうね。よく話しますけど、昔は山の中にポツンと住んでる人が普通にいたわけですよ。下界に降りてくるのは本当に一月に一回とか、もうそんなレベルで良かったんです。でもその人たちも完全な山人なんですけども、今はもうどこにもいませんからね。皆さん下に降りてきてますし、もう経済活動が変わったということで、結局やっぱ経済の流れで人は動きますから、昔の産科、魚取って、それから竹細工で作っていて、そのザルを売ったりとかね、荷造りとか呼ばれるようなそういう産科の人たちっていうのはもう今はほとんどいないと言えるでしょうね。まあ、本当にね、私もウェブ上の、ね、コメントもいくつか読ませていただきました。本当面白いですね。今日集めてもここに出てきた話もね、興味深い話が多いです。まあ、全然届いたものの、ね、1割もないんですが、これは、まあ、ですからこれからもね、この動画を見ていただいた人たちはもし経験があったらね、ぜひここにコメント欄に爪痕を残していただきたいと思います。それについても私も答えていこうと思いますので、はい、というところで今日の授業は終わります。またいつかお会いしましょう。